この時間はクリック365マーケット情報をお送りします。加藤記者お願いいたします。ではこの時間は金津 FX 証券マーケットエコノミストの鹿野正幸さんにお越しいただきお話をお伺いしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの時間は東京金融取引所のスマートフォンアプリで現在の為替の水準をチェックしてまいりましょう。ドル円相場この時間は99円70銭台、ユーロ円が130円80銭台、そしてユーロ円が、5ドル円ですね、こちら91円10銭台での推移となっています。では鹿野さんとともにこのうちドル円の15分足から見ていきたいと思います。昨晩からの流れですが、鹿野さんどのように見ていらっしゃいますでしょうか。はい、昨日ですけども動きがあったのがニューヨーク時間ですね、はい。アメリカの経済指標が複数発表されたうちで特にですね ISM の非製造業指数ですかね、はい、こちらが予想に比べて非常に強い数字が出た関係でちょうどこの時間帯なんですけども、はい、ここでまあドルが一気に変わったという背景がありました。でその流れの中でですね100円をしっかりと突破してニューヨーク時間中ですね後半にかけて100円台を維持した。で、昨日の取引を終えたという背景がありました、はい。ニューヨークでは終わり値で100円はまず捉えた、はいはい、後の東京マーケット、そうですね、東京時間ということになります、はい、こちらです見ていきましょう、はい、ドル円冷やしのチャートに切り替えました、はい。チャートは非常に、はい、好感を持っている強いチャート、ずっと長らく、維持してきたこの三角持ち合いですかね、こちらを、まあ、今回明確に上抜けたということで、非常に地合いは強いかなというふうな印象を受けます、はい。ただその100円の滞空時間、そうですね、さらには重要イベントを控えたこのタイミングです、ね、というところなんですけども非常に神経質な、はい、状況が続くかなと思いますね、はい。で同じくドル円ではこの週足も見ていきたいと思いますが、こちらもトレンドラインが引かれています、はい。先ほどと同じ期間を取ったものなんですけども、まあ、週足でも明確に、トレンドライン三角持ち合いの上抜けという形でやはり地合いの強さが、まあ、伺えるかなという展開ですね、はい。目先、まあ、短期的な上値の目標を見るんであればやはりここ7月の高値ですかね、ここは101円の50あたりですので、まあ、このあたりまでを見込んでもいいかなというふうな感じがしています。あ、そうですか。ドル円を見ていただきました、はい。そしてユーロ円も見ていきたいと思います。こちらもまずは15分足で見てまいりましょう、はい。こちらはドルと対照的にちょっと弱い、チャートにはなってますが、ここの大きな陰線ですね、ここはちょうどドラギ総裁の発言があった時間帯ですね、はい。のは ECB の、 政策金利の会合がありましたが、まあ、結果自体は特に政策変更なしだったんですけども、記者会見の席でですね、追加利下げの可能性を示唆されたことでユーロが売り込まれたと、はい、いう形になってます、はい。15分から今度は、はい、日足です、はい。日足を見ていただくとドル円と同じ期間ですね。ドル円と、はいはい、チャートの形状はちょっとまだ違いますね。そうですね、はい。同じ期間でのこの抵抗線とサポートを引いたこの三角持ち合いなんですが、はい、まあ、ドル円は明確にこの上値を抜けていたのに対してユーロはもう何度かトライしてるんですがここを抜けきれないというのが続いています、はい。同じくユーロ円は今度は週足です、はい。まあ、やはり、このように3週連続で上値がストップしているということで、このラインというのが目先非常に重い水準になるかなというところですね。で現状は132円ぐらいにこの上値の抵抗帯がかかってますので目先ここを抜けられるかどうかというのがユーロ円の正念場かなと思います。気になる5ドル円も見てまいりましょう、はい。こちらです、はい、15分足から見ていきます、はい。ドルが高くユーロが安く5ドルがまあもう横ばいと横ばい、はい、なってますね。昨日はアメリカとヨーロッパそれぞれの個別の材料でドルとユーロが売り買いされたので、はい。まあ、その間特に材料なかった5ドルは横ばいと、まあ、そういう形になってますね、はい。ただ日足で5ドルを見ていただきますとこうなります、はい。そうですね、はい。材料的には弱い印象の方が強いんですけどもちょっとですね流れが変わり始めたのが8月に入ってからですかね、9月に入ってからですかね、はい。金融政策決定会合の、声明文でですね追加利下げの示唆がなかったものでそのあたりから5ドルが買われ始めたと。
で、中国の市場なんかも底堅いものが続いているというのも5ドル買いの背景にはなっています。はい、ただ一方でですね、通貨高懸念、こちらに対する言及は弱めてませんので、ちょっとチャートこそ強いんですが、このまま上向きというふうに楽観的に見るにはまだ早いかなという状況ですね。ひとまず足元、5ドル円に関しては、節どころはひとまずクリアしつつあるところなんですね。そうですね、ここはクリアしましたんで、今度はこの辺りですね、横軸で見ていきますか。7月6月の高値あたりですかね。ここがだいたい93円ぐらい、93円、ということで、1円50ぐらいですかね、そのぐらいの上値余地は出てきたかなというところですね。ですか。5ドル円日足から今度は週足です。皆さん、週足ではいかがでしょうか。そうですね、週足見ていただくと、やはり、抵抗線はしっかりと抜けて、次の目標地点がこの一目均衡表の、雲の上限ですかね、というところになりますが、やはり先ほどの高値あたりですよね、そのあたりにちょうど雲の上限も同じように位置しているということで、やはり93円前後ですかね、このあたりが一旦の目処になると思います。そうですか。通貨ペア見ていただきましたが、来週の注目材料もセットいたしました。まずは今晩の雇用統計、そうですね、というところをですね、リアクションを見なければいけないんですけども、今イメージからどういうふうにイメージしてますか。そうです、雇用統計自体はやはり強いと思うんですね。昨日の ISM の非製造業でも雇用指数なんかは非常に強く伸びてましたので、特にアメリカの雇用なんかは今非製造業が牽引しているところはありますから、昨日の数字にはかなり、心強い数字だったというふうに思います。なんですか。で、ドル円100円の節目になってきています。アメリカ株式市場ダウ平均1万5000ドル、そしてアメリカの10年債利回りはもう 3% 限りなく近づいてきているわけなんです。非常にこうハンドリング難しいなと思うんですけど、難しいですね、どういうふうにこう見ておけばよろしいんでしょうか。短期的な上下というのはやはりあるんでしょうけども、こういう時はある程度中期的な流れを重視した方がいいのかなと思うんですね。そうですか。で、そういった中期的な流れを考える上では、先ほどのドル円のチャートもそうでしたけども、やはり上向きというふうに判断していいと思いますので、それこそ指標発表直後ですとか、来週週明けの上下っていうのはあまり気にせずにですね、下値が来ればドル買いのチャンスというふうな感じで受け取ってもいいのかなというふうには思ってます。そうですか。18万人ほどですね、予想はそうですね。これは、今晩のこの数字発表に向けては非常にこう、いろいろな思惑が、絡みそうなんですけども、数字自体は18万、背景を考えると20万という可能性もなくはないかなと思いますが、同時に注目していただきたいのがやはり失業率の数字ですよね。前回が 7.4% で、今回市場予想も大体そのぐらいなんですけどね。で、量的緩和にの縮小の話がよく出ますけども、これに関してはですね、やはり失業率が非常にウェイトが大きくなってくると思うんですね。で、そのヒントとしては、7月の議会証言でバーナンキさんが縮小の開始の一つの要件として失業率の 7% っていうのを上げてましたので、そこに比べるとやはりまだちょっと高めかなという印象は拭えませんので、市場は大体9月をかなり織り込んできているみたいですけども、縮小の開始ですね、失業率だけを考えるとちょっとそれは、先走りすぎかなという印象はありますよね。なので今日は失業率の数字ですかね、これがどれだけ下がってくれるかというのを特に注目したいですね。で、アメリカの雇用統計に関してはニューヨーク時間でおおむねこう消化されるタイミングではあるんですけども、その後の週末、オリンピックの開催決定、そうですね、日曜日にどういうふうに為替は織り込むのか、週明け月曜日というところになってくると思うんですけども、為替の値動きに関しては日本株からの間接的な影響になってくるとは思うんですけども、一応昨日までは比較的日本東京開催というのが濃厚だとは言われてましたが、ここに来て、汚染水の地下水への浸透という話が出てきた関係でですね、今日も朝からちょっとオリンピック無理なんじゃないかという話で、日本株が売られてるんですよね。ですので、ちょっとまた振り出しに戻った形でありますので、やはり、日曜日のオリンピックの開催の話というのも大きな波乱要因になると思います。そうですか。で、
こちら来週のスケジュールのセットをいたしました、はい。来週はどうでしょうか。そうですね、やはり一番大きいのが週明け月曜日の日本の第二四半期 GDP の確保値ですね。はい、これによっても本当に日本の政策ですかね、まずは消費税の増税ですよね、付随して法人税の引き下げ等の話がまた出てくると思いますので、はいはい、このあたりが非常に、大きくなると思います。はい、ただまあ、目下目先はですね、非常に 4% 近くということで 3.9% でしたかね、はいはい、非常に強気な予想にはなってますので、おそらくはまあ消費増税プラス、まあ法人税の引き下げとかの話ですかね、うん、こういった面で、まあ、ドル円の上昇材料になるのかなというふうには思っています。そうですか、分かりました。では次のページもご覧いただきましょう。セミナーのご連絡です。はい、金津 FX 証券では明日なんですけども、9月の7日1時からですね、セミナーの方を行わせていただきます。はい、まだ若干ですね、お席の方に余裕がございますので、もしですね、まだご予約ないという方でも当日ですね、お越しいただければ参加していただくことは可能ですの で、 ぜひお越しください。土曜日の1時ですから雇用統計の数字が出ていて、そうですね、その後のオリンピックの、はい、結果も睨みながらお話はお伺いできて、はいでね、来週以降の投資戦略が組み立てられそうな、はいはいそうね、セミナーということですね。はい、特にでも本当に今週末の動きっていうのはもうこれから半年ぐらいの相場を決定づけるかもしれない重要なものだと思いますので、はい、ぜひねお越しいただいて、今後の相場の予想に役立てていただければというふうに思いますので。そうですか、はい、会場に直接行ってもよろしいですか。はい、はい、いただいても参加費も無料ですので、はい、ぜひ参加ください。わかりました。 TKP 大宮ビジターセンターまでぜひ皆さんお越しください。はい、以上この時間は金津 FX 証券マーケットエコノミストの鹿野正幸さんにお越しいただきお話をお伺いしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。